今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ1の本能のサブタイプ兵、タイプ6っぽい、タイプ6っぽいということで、はい、今日はこのタイプ1の本能のサブタイプで見るとどんなふうに分かれるかっていうのをちょっと特徴を、特徴を、はいはい、でタイプ1っていうのがもともとその簡単にこちらのエニアグラム実践編から話をすると、まあ、父親とのつながりが薄いと感じており、うん、自分が父親にならねば、うん、っていうところからこうあるべき、うん、理想が出来上がっていくっていうタイプ、うん、なのでこの基本こうあるべきっていうルールがあるんですよね、うんうんうん、でこのエニアグラムでパートナー探しを見るとですね、うん、タイプ1はそのサブタイプによって、うん自分の怒りに対処したり、うん、怒りから意識をそらそうとする、うんうんうん、するよと、うん、なんでその成長するに従って、うんまあ、こうした限界を克服して、うん他人の欠点を探すという囚われが減りますと、うん、なんでまあこれもまあ先ほど隊長ともお話をしたんですけども、うん、この自分の特徴を、うんまあ、知ることで、うんまあ、まずそのタイプ判別の時にね、うんうん、役に立つよっていうのと、うん、客観的に見てあまり良くないな、まあ、そうですね、こう自分は成長していくためにどうしたらいいのかみたいな、はい、あんまり批判的になっても良くないみたいな、そうですね、うんはい、なんでまあこれを自分のサブタイプを知ることで、うんまあ、確かにこんなとこあるな、うん、じゃあちょっと変えてみようと、うん、そうそう、自分をこう客観的に見てどう行動したらいいかっていうのが分かる、はい、みたいなところですかね、うん、なんでまずこの自己保存的、うん、タイプ1の本能のサブタイプが自己保存の人っていうのは、まあ、本によると自己抑制、うん、心配と不安、うん、ちょっとあのタイプ6に近い6っぽいワードが出てくるんですけども、うん、物質的幸福、うんまあ、健康も、うん、お金も、うん、っていうことに気をかけて、うん、もっと働けるのにって自己批判するっていうこのタイプ6的な、うんうんうん、多分理想が高いんですよね、1の人って、はい、一番こう、はい、9つのタイプの中で一番理想が高い、はい、その高い理想って実現できないんですよ、まあ、理想ですから、理想、はい、だからそこに対してこう不安を、はい、であとは自己保存っていう、うん、その自分を満たすためにっていう欲求が来るのに対して、うん、こうあるべきっていうルールがある、うん、そうでこの狭間でそうこうしたいけどこう、はい、っていうでもっと働けるのにっていう批判が来ますよと、うんうん、で欲求を満たしたいけど、まあ、タイプ1の自我が食い止める、うんうん、でなんでこのあとは特徴としてはその自分が気になっていること、うん、例えばじゃあ僕がタイプ1の自己保存だとして、うん、ダイエットに興味があるっていう場合は人にも同じことを求める、うんうんうん、もっとダイエットしなきゃ死ぬよみたいな1っぽい、なんで僕がこのルールを守ってるんだから、うんあなたも守った方がいいよ。そうそう。あ、だから、守るべきだ。そうそうそう。あのエコカーとか。ああ、はい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 。環境に悪いでしょその車っていうのをこう。え、僕ジープ好きだもん。そうそう。SUV 大きい SUV 好きだもん。そんなことやったら環境破壊になるよねっていう。そう。人にもこう押し付けたくなる。で、ね、はいはい、もう1分でも何かを心配しないでいられないっていうのは、うん、この本にもその指摘が、うん。で、決まったやり方を変えると不安になる。うんうんっていうことが書いてあります、うん、なので、まあ、ちょっと思うにこのタイプ1はその、うんまあ、父親的になろうとした、うん、で自分が父親だっていうところがタイプ1ですと、うん、で私タイプ6、うんまあ、この自己保存がタイプ6っぽいねっていうのも、うんうんまあ、タイプ6も父親とのつながりがいないで認められたい、そうでタイプ6は父親を探すんですよ、うん、でこの人は父親になろうとする、なろうとするっていうところでちょっとつながってるのかな、うんうんうん、つながりつつも違う、まあそう似たような、はいまあ、これ見ると6っぽいのが出てくる、はい、似たように、はい、だけど本当のところは違う、違う、そうです、ね、父親になろうとしてるのか父親を探そうとしてるのかっていう違いがあるのかなって、うんうん、なんで僕もこれを書いてる時に、うん、あなんか俺タイプ1かなって思ったんですけども、うんうんうん、まあそんな俺人を怒るとかねないし、うんうん、人にこうしなきゃっていうのも
ないなっていう。あ、父親っぽいですね、子供に対して。ああ、しろこうしろ。ああ、そう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 。で、自分には多分そういうところがないなって感じるところで、やっぱその自己診断にも役立つのかなと。で、このタイプ1の性的、セクシャル、対人的なところは、まあ、基準の共有、自信がなく嫉妬深いってあるんですけども、まあ、この性的タイプというのは、人とか物事に強烈な刺激を強く求めるのが本能的にあるので、その理想のパートナーと完璧な関係を持つことを望む。そう、だからそこが理想なんですよね。まあ、なんで本、この本によると、ちょっとタイプ4っぽいっていうことが書いてありました。その家族や友人に対しても同じ基準、もう例えば 1っぽいですね、こうあるべきっていうのを人にも求めて、そうそうそう、家庭の中はこうあるべきだって、で理想があって、同じ同じ熱意でそこに向かってほしいと思っている。なので相手が基準に達するようにプレッシャーをかけて、まあ多くがその基準に達しないので失望していることが多いと。そうで、その失望がちょっとイライラしてるんですよね。まあ、やっぱり本能タイプは基本怒ってる、怒りを持っている、で相手が忠実であることを重視すると、自分のルールに忠実であってほしい、まあ、この本によると見捨てられるのではっていう不安から、このここを一緒に求めてほしいって、でそれは自分も行くから、自分もやるからっていう気持ちがあるみたいです。そう、だからなんか自分に厳しく他人にも厳しいんですよ。まあ一度し、あでも一度してもまたそのルールがちょっと違えばまたそれは違うんでしょうね。世の中の一般的なルールじゃなくてマイルールなんで、自分が信じるルールが最高だった。じゃあ同じ位置同士だからって合わない。そうそう、ルールが違えば、もうルールが違ったらそれこそ対立する。怖い絶対このルールだっていう自分が信じるルールがこうそれぞれが持ってる。なるほど、合わさればちょうどいいかもしれないですけどね。で所有欲が強すぎる傾向があるよと。なんで、まあこれは別に批判してるわけじゃなくて、そういう特徴がある。あるって知ることで、まあ、それを客観的に見てね、あ、なんかじゃあちょっと変えられればとか、要はでもこう人間の幸せって別に人がついてこなくたっていいわけじゃないですか、まあ、お互いの関係。あ、そうか、それはタイプによってそうですね。そう僕タイプ6なので、え、人来なくていいのって。人来なくても、まあ、別にこうついてこない人はついてこない、それぞれの理想があるわけじゃないですか、こうありたい、でそこが叶うことが幸せなわけじゃないですか、でそれを認めてあげることが大切だったりはしますよね。あ、これタイプ級っぽいって。そうですね。そうすれば世の中平和になる。僕はちょっと今反応がちょっとここで湧き上がってくるので、でもまあ黙ります。でまあ欲しい気持ちは分かるんですけど、それを行き過ぎると相手にとってはやりすぎになってしまうっていう。はい、そうですね。から、そう、こう自分をちょっとこう。ゆるく見るじゃないけど、このルールに共感できればすごいやりやすいかもしれない。やりやすいかもしれない、から、まあ、その通りって思えば、まあ、そういう人を集めるとか、まあ、集めてもこう理想なんで、理想が高いんで何せさらに掲げそうですね。そうそう、高いものをこう世の中を変えるぐらいのことを言い出しそうなので、一の人はっていう、この世の中を変えるって出るのが今度はこう社会的、あのタイプ1のソーシャルの人は改革者、適応可能または不可能っていうことが書いてあるんですけども、自分が客観的な価値、社会的な基準を代表している、代弁者である、と思っている。これ僕ちょっとあの自分ここかなってちょっと書きながら思ったんです。ただその社会的な問題やルール、政治や時事の不正を明らかにして、まあ構成に対して声を上げるのに長けている、これは多分、まあ、合理的だからですかね。合理的だからっていうのもあるし、公平が好きなんですよね。平等公平みたいな、不公平があってはいけないみたいなルールが。なるほど、なんでこの必要と感じる改革をもたらすために地道に取り組む、このタイプ1の人の特徴としてルールじゃないですか、でルールっていうのはルールみんなが守らなきゃいけないんですよ。苦しい、はい、で、まあ、要は破る人がいるとルールが崩れていくわけじゃないですか、だから不正が許せないんですよ。多分 全体的に不正が許せないけど、ソーシャルの人は特に許せない、社会の
なんでこの自分が信じるものを守ろうとして、うん、まあ、人と仲違いしてしまうことがあると、うんうん、まあ、基本でもソーシャルなので、うん、協力することの大切さは分かっているんです。ただ自分の原則に反するときは協力しない、うんうんうん、でできる人、できる人って多分そこが僕違うのは、うん、タイプ6だと思っているんですけども、うんうん、これ書きながらタイプ1っぽいなとも思いながらも、うん、僕多分協力することの大切さは分かっているので、うん、反対しても協力する、反対していてもまあ協力するべきかなと思えば協力するんですよ、うん、ただだからこの人の理想から反するわけじゃないですか、はい、それは絶対間違ってるって思いが強すぎるんですよ、はい、こういった反対できる人です、ね、反対だから協力しないところ反対しますよねきっとなるほど、うん、なるほど、まあそれは間違ってるぞって、まあ、何が正しいかっていうのは、うん、その時々によって変わりますし、変わるし、なので難しいですよね、はい、正解って多分ない、はい、ないですね、はい、ない中でこうマイルールをこうがっちり、でこれが多分正解だと思ってるんですね、正解だと自分の信念を持ってそれが正解だと思ってるんで、はい、もう協力しない、もうそんなのは絶対協力しないみたいな、なんか これを書きながらなんかその田原総一郎さんとかね、ソークラテースとかね、あ、なんかその辺っぽいですよね、その辺っぽいなと思いながら書いてました、うん、そう自分の心情信念がこう、はい、がっちりあるみたいな、だからそこを絶対曲げたくない、曲げたくない、でそこを通したいみたいなっていう、うん、このなんでまあ批判、決して批判してるわけではない、うんうん、そうそう決して批判してるわけではない、まあ、自分がどのタイプかなって知ることで、うん、まあ、客観的に見て、これにも書いてあった通り、まあ、怒りを手放すのは別にいいことですね、そう怒りを手放しましょうなんで、はい、なのでこう許せないのを許してきましょうだと思うんですよね、はいはい、一の人は、はい、こう多分自己保存の人は自分自身が許せなかったりするわけじゃないですか、あ、つらい、つらい、それはつらいですねそうで、こうセクシュアルの人はパートナーが許せなかったりとか、はい、この人は社会が許せなかったりするわけじゃないですか、はいはい、だけどこう、ね、多様化の時代、うん、いろんな人がこうジェンダーフリーだとかまあまあいろんなところでいろんなルールがありますもんね、なのでそういうのを、まあ、いろんな価値観を認めていくのが多分成長の方向、タイプ7ですよね、7ですね、そう、あ、そう、まあそう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 、いろんなものにこう、はい、いろんな視点でこう見るっていうのが1の人には重要なんじゃないかなっていうのがこの辺から分かるのかな、なんでまあそっかな、ね、タイプ1で、うん、あとそうですね、うん、どこに対して怒っているかっていうことですかね、この本能のサブタイプを知るには、だから多分自己保存は自分に対して、ね、自分がもっとできるもっとできるっていう理想が高い、あ、苦しい苦しい、なるほどなるほど、 それってでも自分の追い込んでるだけじゃないですか、理想なんかずっとこう上がれば上がっただけは理想上がってますよね、もう追いかけるだけですね、そうそうそう、はい、なのでまあ、どこまで許しましょうっていう、もっと気楽に、はい、7のように気楽にいきましょうっていう、はいはいはい、のが多分タイプ1の人に対するアドバイスなんじゃないかなって、うん、で、まあ、まずはこの本能のサブタイプを、うん、まあ、知ることで多少また自分の理解が深まるので、うん、だからどこに寄ってるかなっていうのが分かりやすいん で、はい、で、まあ、どこに寄ってるかが分かれば、うん、今度は盲点も分かるよ、そう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 っていうことですね、そう盲点もね気をつけなきゃいけないっていう、はい、っていうところ、それはまた別の機会で盲点あ、そっか、盲点の話盲点の話、また、はい、盲点の話もと思っております、ありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録もどんどん伸びております、はいはい、ではまた、また次回はタイプ2の本能のサブタイプをお届けします、はい、お届けします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。